釣り具屋だ。竿を作るぜ。よーよ。ラブカロット。ぐるーっとね。ロッド強化。ラブカロッドを強化するにはオウムガイの殻が必要ね。でクラゲのあれが出なかったから強化できないんだよね。こっちは強化できるけど、今モンスターアンコーロッドか。28、20が29、21。うん、鬼糸これ強化できるんならこっちの方がいいね。あー、まだこも出てないのか。そういうこともあるんだよな。でラブカロッドと今ダイオウイカロッドを比べることになるから、2618が2921、だいぶ強いね。また来いよ。何をするっぱ。アクアリウムだ。あら、報酬の確認。さあ結構増えたんじゃない。ジンベエザメ完成までまだ遠い。そこはジンベエザメ要素ない。そこもジンベエザメ要素ゼロ。おお、ダイオウイカ何に絡みついてんだ。さあそして深海ね、深海草魚。ラブカのピース、おお、ちょっと今回は早めに顔が出たぞ。メガロドン、ボスメガロドンか。だいたいさ、 RPG のさ、水系のダンジョンの終盤に出てきた強い敵ザコっていうイメージ。あいつら追われてんな。逃げろー。ご来場。何をするっぱ。もちろん出航だ。さあ深海4面クリアで次4種類釣り上げろね。結局まだ十文字タコゼロだね。あー、テングザメ、うん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 、おー、あ、オウムガイだ。種類多いな。なんか金魚みたいなやつもいるね。オウムガイ、メンダコ、ほう、金のタコさん。これは逆に確定で釣らなきゃいけない。これを先に済ましとくか。金のタコさん、ゴールドメンダコの方を5匹だ。この手配書にするか。フィッシングキュー、レディー。2倍、いた。てか数多、こんなんピンポイントで釣れるわけないやん。はっ、おめえじゃねえ、強い。てか強、これ5匹無理じゃない。ゴールドメンダコ、あえて赤のこいつとか、ここでしか釣れないかもしれないし。
赤の彼よ。よし、こいつに引き先つっとこうかな。あー強いな、強化に戻った方がいいかもしれないな。これこれ失敗したらどうなんだろう、リセットになるのかな、それちょっと気になるよね。じゃないとゆっくりいろんな種類釣って失敗した時のダメージがでかすぎるから。相性よくてこの強さだからな。ほら強い。遠巻きもちょっと節約しないと。ゲージがない、ゲージが。敵強くなってきたから強化しとかないときつい。お前じゃない、ほらもうやばいやばいやばい、あと1分しかない。そうぜ。マジでうぜ。やべえってあいつ。餌取り名人かよ。おマジで。やばいやばいやばい。この餌取り名人マジやばい。2倍を釣るしかない。こうなったらやばいやばいやばい。無理だな。あのこれ失敗したらどうなんだ。失敗すると途中まで釣ったことすらダメ。好きな手配書を選ぶパ。あら、ゲットにはなってる。あ、ゲットにはなってる。クリアになってないだけでゲットにはなるんだ。じゃあ次は楽勝だ。もう次は狙わない。あの餌取り名人。初めての失敗。一応2匹釣れば OK だね。種類釣るときはクリアできなくてもいいわ。2倍を狙え。全然こっち来ないんだって。あいつ氷巻き2倍を2回ぐらい取らないと危なさそうなのに。まあ、クリアは別にね、初めからそれだけ狙えば問題ないだろうけど、 S クリアを狙おうと思ったらやっぱ2倍にかかってもらわない。ほら2倍はなんかね、こっち来る前に無駄な動きして全然近寄ってくれないんだよ。クリアぐらいなら楽勝なんだけど、やっぱり S 級しようと思うと2倍を2回ぐらい釣らないと。ほら目の前ぴったり。オッケー、さすがに今のは完璧プレイだったよね。いけるか。よっ、これあかんやっちゃう。こいこい、13秒。よし、あと7秒もずっと強巻きで巻き続けよう。やばいやばい、強い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 。2秒1秒、あっぶんね。まあ S と種類両方取れたからよし。やべえな、敵強くなってきてるぞ。敵
ランク S。 何が出てくるか楽しみだ。ゴールドメンダコの皮かける6。ゴールドメンダコの皮しか出なかった。でもこれでまあいろんな種類するときにゴールドクシクラゲは狙わなくてよくなったから、十文字回答みたいな言い方しちゃったけど、十文字ターコー38歳、テングキンザメね、メンダコウムガイ結構いるね。とりあえず確定で、これが大物釣りでしょ。こいつら釣らなきゃ重さ稼げないのに、スーパークラスを中心になる。スーパークラスも大体終わってるわ。ダルマザメこいつらじゃ勝てないだろうしな、さすがに。かぶるな。勝ちを優先するか。とりあえず大物クラスのあれを狙いたいな。とりあえずこいつが2種類目だから、よし、即切る。まあ、まず2種類目ね、プラス多分結構重い68か。ゲージ1本もらってきたな。ダルマザメ81、なかなかの重さ。こいつは青。なんか引っかかった。ユッサ君、そこの目が緑色のやつ。68、まあまあ、あの光ってるやつ欲しいね。青。オウムガイがかかった。結構強い。よ、ただ軽い。よ。運は僕に味方しているようだ。よし、狙い通り。これはゲージ1本もらえるからね、美味しい。ただ軽すぎる。9キロはダメだって。さすがに9キロは軽すぎる。86。9キロだったら困る。ダメだ。その辺のちょっと重めのやつを。よしよし、まあ勝っとくか。62キロ。寿司クラゲじゃ。次きっ釣ってね、また9キロだったらどうしようかと思ったからちょっと妥協してしまった。何が出てくるか楽しみだ。ふう、ダルマザメ。好きな手配書を選ぶ。いや、危ない危ない。さあ、あえてここで、好きな手配書を選ぶっぱ。金色のダイオウイカを釣りに帰るっていうね、中途半端なタイミングで中途半端なところに戻る。他は全部釣っている。つまりゴールドダイオウイカの S を目指せということだ。この手配書にするっぱ。ミッシングキュー。
久しぶりこのマップ。金色のタコを狙え。ボスゲージをもらうのじゃ。よし、必殺技ゲージをよこせ。青、OK、狙い通り。チョウザメが美味しい、ね、あと2匹ってとこかな。いけいけっぱー。どうせここ2回やらなきゃいけないからね。もうなあと何つっても、まあまあ1分40秒ぐらいは残るな。ボスボス、ドルグはボスだとヒューのだね。ずいおいかのうごんのやつだ。知ってた。赤だ。新品のラブがどうくらい。オラ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 。全然攻撃が来ねえ。いつ来んのあの攻撃。あっ、来た。またこれか。遠巻きでずっとダメージ与え続けるか。半分いかないかも。よし、まだ次の必殺もあるしね。もっとギリギリまでダメージを与える。クリティカルチャンス。さらに必殺。意外にラグのある必殺。きた。ラブかの。何それ。何の攻撃。噛みつくとかそういうのじゃないからさ。これ逃がしたくないね。よいしょ。まだ必殺も1回分残ってるからな。絶対これは逃がしちゃいけないやつ。よし、ふう、30秒も余ったぜ。ゴールドダイオウイカ。ゴールドダイオウイカを釣り上げろ。2万5000円あげちゃう。ゴールドの素材。おお、パーフェクト。3個3個。好きな対象を選ぶパ。結局ダイオウイカももう一回釣らなきゃいけないんだけど。あとはピラニアとタツノオトシゴとオニオコゼぐらいでフィニッシュかな。あー、ジンベエザメ釣ってない。結局ボスのとこは2匹釣るには2回目来ないといけないからね。あー、みんな箱を振る。割と埋まってないね。まあしょうがない。じゃあここも1面ね、ちょっと刻んどいて5章進めよう。ね、だから金のアーケロン倒した後にどうせもう一遍来ないといけないから、まず行こう。他はフルゲット中。
S 狙うぜ S。 金銀財宝ザクザク。たまりそうなやつ、たまりそうなやつ。ああ、あの青い子、これは重そうだ。君に決めた。違う人、人ではない、違う亀。でもまあゲージもらえるからありだね。 30% 3匹ぐらいか。まあ属性の相性がいいお魚さん。おさがめ、思い一おさがめでゲージ的に完璧、まあ、完璧だから釣れるかどうか別なんだけど。この割り切りの速さよ、割り切り族。ほら2つ使って一気に倒しちゃう。これで 35% もらえばボス戦にゲージ、ね、いっぱい持った状態でいける。さあ来た。何でもかんでもゴールドにすりゃいいってもんじゃないんだぞ。結構安っぽいもんねゴールド。うわでっけ、画面どんだけ埋めてんねん。青、これは強巻きにしと、早めにしとかないとね。一応ね必殺中はね、あのうわ強巻き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 みたいな言い方しちゃって、強巻き強巻き強巻き。この状態に怒りはダメか。必殺、早めの早めの強巻き。2秒1強巻き強巻き強巻き。よし、まあ1分17秒ある。30秒多いっぽいね。こでっかいってだから画面のどこまで持ってくねん。クリティカルチャンス、魚召喚ね。よはい魚召喚。お前が逃げようとしたそのゲージは無駄だ。ジンベエザメの波乗り、巨巻き巨巻必殺。1分近く残してのクリアです。にしてもでかい。金のアゲロンじゃ、ランク S 上げちゃう。ゴールドアゲロンの牙が少ないな。なんだかんだで大体 S 取れてるんだよね。さあ5章に戻ろう。